ボームメルシエの腕時計、ボームメルシエは、スイス発祥のリッシュモン酸化の時計メーカーである。1830年創業以来会社は一度も断絶せず継続し、現在世界で6番目の古参ブランドである。ボームメルシエは、スイスのジュラで、時計の下請けをしていたボーム家のボーム兄弟に始まる。ボーム兄弟社は、 ルイ・ビクトール・ボームとピエール・ジョセフ・セレスタン、ボーム兄弟の詳細と優れた製造管理により、時期に大きな会社に発展した。何も見逃さない。最も優れた品質の時計だけを作る、完璧なものしか認めない。最高品質の時計しか製造しないというモットーに、忠実に経営を続けた。現在の CEO は、アラン・ジン・マーマン。近年、 ボームメルシエは、クリフトン、クラシマ、ハンプトンのメンズレディースコレクション、ケープランドのメンズコレクション、リネア、プロメスのレディースコレクションを提案している。2015年には、世界に、名だたるアメリカのレースカーメーカーであるキャロル・シェルビー、インターナショナルとのコラボによる、スポーツウォッチを発表し、ボームメルシエの名を確固たるものとした。今の注目ウォッチは、 ケープランドとクリフトンコレクションから発売中の新しい限定モデルシェルビー・コブラ。伝説のクラシックスポーツカーにちなんで命名された。創業当初は、宝飾時計で好評を博す一方、クロノグラフを自社開発するなど優れた技術力を発揮。19世紀半ばに各国で開かれた万国博覧会では5つの金メダルを含む 数多くの賞も獲得。19世紀後半から世界各地で始まった国内見本市や国際フェアに出展し、パリ、メルボルン、チューリッヒとアムステルダム、ロンドン、シカゴで10のグランプリ、7個のゴールドメダルを獲得するという偉業を成し遂げた。ボームの時計は、ロンドン近郊の急転問題の主催する時計制度、コンクール、 旧テディントンコンクールに1885年初めて参加した時、上位7位のうち3つを占め、翌年には4つのモデルが受賞した。1892年には、トゥールビオン付きクロノメーターで最高記録をマークし、この記録は、その後10年以上破られることがなかった。20世紀初めまで、最新の技術要素を盛り込んだウォッチと、コンプリケーションウォッチで受賞を続けた。 一方、ロンドンのアルチュール・ボームは、イギリス社会の名手となっていた。レジオンドヌール勲章の、シュバリエ、その後、オフィシエの叙勲、さらにフランスの大統領レーモン・ポアンカレから2度、叙勲の栄誉を得ている。ベルギー王レオポルド2世のグラン・オフィサー賞を授与された。他、英国国王メアリー一世列席の、公式版参会にも招待された。 王立地理学会のメンバーでもあるアルチュール・ボームは、イギリス時計協会の校長にも指名されている。腕時計に移行して、あとは複雑時計から遠ざかっていたが、2014年のジュネーブサロンでトゥールビヨン搭載の腕時計を発表し、反響を巻き起こした。2015年12月には、ボームメルシエのセレブリティアンバサダーとして、モデルや歌手としても活躍中の中国人俳優、 ヒツジサルを迎え、クリフトンのウォッチを身につけてのキャンペーンが展開されました。ありがとうございます。